どうも赤崎瀬尾赤星マシマシ TV ねえ、まあ、赤星さんがね、はい入院することになりまして、それからもう10日ぐらい10日も経ちますか経ったんですかね、はい、あの人がねいなくなってからこの部屋も広さにもちょっと慣れてきたかなっていう、うん、最初はね、うん、こんなに広いんだこの部屋って思いましたけど ね、うん、やっぱ前を向いてねそうですね行かなきゃなっていう、まあ、懸命は尽くしたんで、はいはい、そこはまあ、はい、ちょっと待ったええあてってれあ赤星さんあれ退院してきましたよしちゃったよ退院してきた10日で、はい、なんとか一回帰りなさいと一回帰りなさい一回、はい、じゃあまた来なさいじゃんねそれはちょ後ほどで説明していきますけども、はい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 、猫がね私の顔忘れちゃっててもあ本当にあマジでやっぱニンニク臭もないし、ねね、この家からニンニク消えましたあそうねヘルシーになって帰ってきましたあなるほどなるほど、どうでした入院生活病院食美味しいんだわあてかレビュー見ましたよ、ね、本当に動画上がってたねいないっすよあんな人あげるしいない入院した後の方が動画の再生頻度上がるっていうなんでだよだから特にストレスもなく隣のおじいちゃんは、うん、すごく僕に怒ってきましたけど、ね、カタカタうるさかったカチャカチャをゲームするなああそうゲームだと思われたゲームじゃないんだけど昔カタギだななるほどねじゃあ、うん、今後も、はい、バリバリ、うん二郎系行っていいのかと、ね、退院したんだからかまずね、うん、2ヶ月後に手術があります、うん、あ、あれまだ終わってない終わってないな実は2日後ぐらいに手術をするか、うん、2ヶ月後に手術をするか選んでくださいと、うん、でなんで僕は2ヶ月も選んだのかと、うん、2日後ぐらいだと、うん、まだ胆のうがなんかこう腫れちゃってると 3,4 倍に、うん、で胆のう炎という状態らしいんだけど、うんはいはい、その状態で切っちゃったりすると、うん、他の臓器、うんにもあの負担をかけてる状態でオペするから、なんかね併発するっていうあ怖いですねそれはそうそうそう、うん、だから安全に一回胆のうちっちゃくする生活をしなさいとはいはいへちっちゃくする生活胆のうちっちゃくする生活、うん、えなんすかって聞いたら、はい、ラーメン2ヶ月ダメです言われちゃったんすよ脂質を取っちゃいけないと、うん、なるほどねはい金ラーメン金ラーメン言われちゃってます今言われちゃいましたはい、はっきりと外科医の先生3人来て言われましたなので、はい、2ヶ月間、はい、二郎菌生活ということでまあそうなりましたね、まあ、そうね何をすればいいんでしょうかまあでもこうやっぱ皆さんもやっぱこの闘病生活が気になるね闘病だよ本当に、はい、ドキュメンタリーだったもんねあの入院生活もドキュメンタリーだったな病院長からレアだったいやいややったじゃないんだよ我々がやりたいことっていうことと、うん、皆さんが見たいことっていうのはちょっとまた変わってくるじゃないですかまあ確かにね、まあまあまあ、でしょ、うん、なのでものすごいコメント数になるかもしれないですけど、うんはい、何を見たいかっていうのをちょっと企画募集じゃないですけどそうっす ね参考にさせていただいて、ね、2ヶ月間ね2ヶ月間単発でもいいんだけど、可能であればこの期間見たいってものがあればなるほど募集いたしますなるほどはいぜひコメントにねあの書いてみてくださいということで沼食いましょうああ出たなるほどね沼か YouTube といえばやっぱりよく調べて沼沼、はい、沼をぜひともねあるんだけどといった感じでね後日別のお知らせもありますんでちそちらもぜひチェックしてください、はい、ということで、一旦退院した赤星でした、はい、おめでとうございますありがとうございますBye.